間違えてホームショップ宝屋ではなく、ショールーム宝屋だったらしいです。隣同士で宝屋があるということで紛らわしいですね。行かないということで。だってさ、このさ、大売り出すのと一緒じゃん。そうですね、まあ今日、そうなの、